アメリカのオースティン国防長官は21日ウクライナでゼレンスキー大統領と会談しおよそ600億円に上る追加の軍事支援を表明しましたオースティン氏は会談の冒頭でウクライナの緊急のニーズに応えるだけでなく支援の継続でも責務を果たすと強調し追加の軍事支援を表明しましたウクライナの国営通信によりますと支援の規模はおよそ4億ドル ゼレンスキー氏によりますと会談ではウクライナの防空能力や兵器生産の拡充などについて協議したほか 欧米供与の長射程兵器によるロシア領攻撃を容認するよう求める対ロシア戦争の勝利計画にも言及したということです会談当日、ウクライナ南東部にあるザポリージャ州や東部ドネツク州では住宅街が攻撃されるなどし、ロシアの攻撃により合わせて6人が死亡しました